三好重行三好重行署による、中根碑、倉間神社境内、京都市左京区三好成行から1919 19年10月17日は、日本の幕末の武士、明治期の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将、男爵、長州藩士の家に生まれる。幕末の四国艦隊下関砲撃事件などに参戦。明治維新後は陸軍に入り、 1887年4月、不評大佐となる。1888年6月、不評第7連隊長に就任し日清戦争に出征した。1895年8月、陸軍少将に進級し不評第6旅団長となる。1897年5月から翌年5月まで、異海英占領軍司令官を兼務した。1900年4月、 この F 票第一旅団長となり、1901年5月22日、陸軍中将に進むと同時に、予備役編入となった。1903年12月1日、交尾役となる。日露戦争勃発に伴い召集され、1904年2月、留守第二師団長に就任。1九百五年一月、交尾第二師団長に発令され、 韓国北部平定作戦に出生。同年11月、召集解除となった。1908年4月1日、陸軍を退役。1907年9月21日、その功績により、男爵の爵位を受釈し家族となった。1916年から1918年まで、第二本部徳会第六大会長を務めた。ありがとうございます。